データとそれに対応する対象要素を結びつけ、データあるいは対象の変更を暗目的にもう一方に反映することであり、またそれを実現する仕組みのことである。データバインディングは特に GUI を持つアプリケーションソフトウェアの効率的な開発を目的とした技術であり、モデルビュー、ビューマードルパターンの実現に必須の技術でもある。GUI アプリケーションは 画面上でテキストボックスやチェックボックス、ボタンなどのユーザー操作を受け付けるインタラクティブな要素を持つ。また、しばしば UI はデータを表示、操作するための役割を果たす。例えば従業員情報を管理するソフトウェアであれば、ダイアログ画面上で従業員の氏名や生年月日、住所などのプロパティを入力し、確定後に、 データベースに反映するというような機能を持つが、古典的な実装では確定ボタンが謳歌された際に、発生するイベントを処理するハンドラーを記述して、現在の画面上のテキストボックスに入力されている文字列やチェックボックスの ON、オフ状態などを取得し、それらをプログラム内部で従業員を表す不可視データに設定し、データベースに反映する。また、 リストビューに一覧表示した従業員情報の一つを選択してプロパティを変更する場合リスト上で選択された行番号から従業員番号を特定しデータベースから読み出した現在の情報をもとにダイアログ画面上で対応する UI 要素にそれぞれ設定して反映する必要があるこのようなプログラミングは 一般的に煩雑であり、またデータの処理ロジックと UI の操作が密、結合しがちになるため、プログラムのメンテナンス性が低下する。データバインディングでは、明示的な UI 要素の操作やデータの更新を、用いて、お互いの変更を反映するのではなく、それらを抽象化して、アプリケーションフレームワーク側に隠蔽することで、片方の変更がもう片方の状態にも、 自動的に反映されるようにする。またデータバインディングを用いることにより配列やリストのようなデータ構造をリストビューやグリッドで表示操作することが簡単になる。データバインディングは SQL データベースや XML などのデータソースとアプリケーションやウェブページのユーザーインターフェースを結合する際にしばしば用いられる。データバインディングを基礎とするプログラミングスタイルを リアクティブプログラミングと呼ぶ。Microsoft Windows および Net フレームワークネッ Net コア環境では、XML の独自拡張である Extensible アプリケーションマルクアップランゲージを UI の記述に利用する ZAML ファミリーの UI フレームワークが充実している。ZAML f r a m ー w o では、データバインディングを標準的にサポートし、ZAML 上の UI 要素のプロパティに、 バインディング主体、データのプロパティに関するパス情報を記述することで対応付けが行われる。データバインディングには変更範囲への方向性によって以下の2種類が存在する。リアクトは、ホックと呼ばれる仕組みで一方向バインディングを実現している。リアクト専用関数ホックでデータ変数を定義し、UI を宣言する際にデータ変数を用いることでバインディングを行う。 その後、ホックから返された更新関数に新しいデータを渡すことで UI の更新が暗黙的にスケジューリングされる。ホックは関数であるため一般には状態の保持は行えないが、ホックはリアクトの内部リストへアクセスすることで状態を保持している。ファンクション myconfconst count set count イコールユースステート。リターン dev p ユークリヒト、カウントタイムズ、P。ボタンオンクリックイコール、ハロー、マイコンプ、カウント、ボタン、デブ。リアクトダム、レンダ。ありがとうございます。